皆様おはようございます。 J6 街道ご利用いただきましてありがとうございます。長万部行きの臨時特急冬のルブリ号です。列車は北海道最大都市札幌を停止国で発車いたしました。それでは最初に車内のご案内をいたします。列車はリゾート車両3両編成でご利用いただいております。先頭車3号車から後ろ1号車です。号車番号は出入り口上に表示しております。指定席は1号車と2号車で、自由席は先頭の3号車でございます。全車禁煙車両でご利用いただいております。車内でのタバコはご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。各車両出入り口付近に大型荷物置き場をご用意しております。スキー、スノーボードなど大きなお荷物をお持ちのお客様はそちらをご利用ください。なお転倒防止のためロープをフックにおかけくださいますようご協力お願いいたします。お手洗い洗面所は1号車前側と3号車後ろ側にございます。この列車にはお弁当や雑誌などを販売する車内販売はございませんのでご了承ください。お飲み物の自動販売機は2号車後ろ側にございます。ご自分のおいでは各車両デッキについております。ついでの際で構いませんのできれいな車内作りにご協力お願いいたします。なお燃えるもの燃えないもの分けずそのままおいでください。後ほど JR 北海道が責任を持って分別させていただきます。皆様の席では準備でき次第オーディオサービスがお楽しみいただきます。ご利用の際のコントロールユニットは肘掛けの内側にございます。黒色の三角のボタンがチャンネルキーです。プラスとマイナスのボタンでボリュームを調節できます。チャンネルメニューは4チャンネルから6チャンネルまでラジオ放送、7チャンネルと9チャンネルが音楽放送です。ラジオ放送ですが途中山間部トンネルを通るため電波の状態が悪くお聞きになれない区間がございますのでご了承ください。イヤホンは各お座席前側のポケットまたはテーブルの上に備え付けてございます。またお座席の上には読書灯がございますのでどうぞご利用ください。それでは電車駅と到着時刻をご案内いたします。次は小樽です。8時40分に到着いたします。続きまして余市9時20分福ちゃん10時5分伊勢湖10時24分黒松内11時24分終着おしゃまんで11時45分の到着となります。乗り換え列車につきましては到着前にご案内いたします。お客様へお願いいたします。棚の上の荷物は落ちませんでしょうか。列車の振動などにより荷物が落ちませんようもう一度お確かめください。車内におきまして不審物を発見されましたら触らずに乗務員にお知らせください。盗難防止のためお席を離れる際やお休みの際は貴重品特に現金のお金には十分お気をつけください。携帯電話をお持ちのお客様あらかじめ音が出ませんようマナーモードに設定の上通話の際はご面倒でもデッキでご使用いただきますようご協力お願いいたします。各車両出入り口付近にはパンフレットラックがございます。小樽マップや伊勢湖地区のゲレンデマップなどをご用意しておりますのでご自由にお取りいただきこれからのご旅行にお役立てください。この列車の車掌は伊藤です。終着長万部までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。また早速で恐れますがご案内を兼ねまして乗車券特急券の拝見にお伺いいたします。今日は特急冬のぬくり号をご利用いただきましてありがとうございます。いらっしゃいます。大変な思いを。いつかはニセコに行きたいなっていう思いがもうこんなに早く実現するとは思わなかった。すごかった雪の。すごいよ。何だ？1時間半ぐらい電車遅れてた。青森。うち、ん、が来た時ももう吹雪で、で途中信号線の故障のために見通しがつきませんとかさ、まあ。青森発の白鳥はまだあったんですか。ローカルなさ。昨日吹雪で。今日はその辺1年ぐらい
これもまた来年に見逃すとさ、またずる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 って、でだんだん年ってくる気がしな、かゆみに滑りと時間がない、もうフルでいい年間、今度は今年にはだな、キョロ。わかるけど、名前がいいです。最初9社目だけだった会社16階でご利用いただきましてありがとうございます。早速で恐れますがご案内かれまして乗車券特急券拝見いたします。はい、おはようございます。車豆までですか？はい、おはようございます。車豆までですか？はい、おはようございます。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございました。Thank you.
思います。
時中によって雪崩が発生しています。吹き溜まりが多いからね。何もこう、まっすぐには上がっているやったらいいけども、こう、よどぎってるこうルートがあればさ、それが雪崩が発生するんですか。よどぎってる、こう、ジグザグにこう、あるルートが避けた方がいいんです。そこ行くと、どうしても同じ方にいると、ザーッと切れてしまう。だからやっぱりシール杯でさ、こう、海に上がって、山岳スキーでこう、登ってる人がいいんだけども、まっすぐに。こういう人とかね、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 
でご案内いたします。ただいま右側にご覧いただきます大きく連なるレンガ色の建物は国内最大級のアミューズメントワールドウィングベイ小樽でございます。平成11年に開業し北海道初のアウトレットタウンウォールをはじめデパートや天然温泉映画館やホテルなど約180店舗が一体となった複合商業施設でございます。また小樽市は坂港の町といわれ山が海の近くまで迫るすり鉢状の形をしております。北海道の開拓時期から石炭の積み出しや貿易のために港を中心に発達し明治時代には北のウォール街と呼ばれておりました。その名残は現在も歴史的建造物を通じまして感じいただくことができ旧日本郵船小樽支店日本銀行旧小樽支店などが保存されておりレトロな雰囲気にあふれております。でまた大正末期には橋家の往来のために小樽運河が作られ港の本線と倉庫群を活発に行き来しておりました。でこちらも一部が保存されており周辺にはガラス工芸の北市ガラス約3400種以上のオルゴールを展示販売する国内最大級の小樽オルゴール堂などの観光スポットが多くございます。また市内では今月17日までの間小樽雪明かりの道が開催されております。18万本ものろうそくの明かりが小樽運河や町中に灯され運河の水面には400個ものガラスの浮き玉にろうそくが入れられ幻想的な雰囲気を味わうことができます。これから到着いたします小樽駅のホームには北市ガラス提供による333個のランプがございます。でまた4番ホームには幼少時代を小樽で過ごした銀幕の大スター石原裕次郎の等身大写真パネルがあり訪れるお客様を温かくお迎えしております。次は小樽に到着いたします。お降りのお客様お忘れ物なさいませんよう支度をしてお待ちください。降り口は左側です。降りの際は足元にお気をつけください。およそ5分停車いたします。小樽発車8時46分です。一旦ホームに降りられるお客様発車時刻にお気をつけください。なお特急冬のルプリ号は全車禁煙車両です。おタバコお吸いのお客様小樽駅ホーム後ろ側1号車寄りに灰皿がありますのでそちらをご利用ください。おタバコは小樽駅到着いたしますホーム後ろ側1号車寄りに灰皿がありますのでそちらをご利用ください。なお一旦ホームに降りられるお客様発車時刻にお気をつけください。小樽の発車時刻は8時46分です。
事列車で西田君に向かってる最中お待たせいたしました。小樽に到着いたします。降り口左側です。乗りのお客様、お忘れ物なさいませんようご注意ください。なかなか冬の北海道に来ることはないけどね、来てこないからね、来ないとわからね、良さはね。